はい、とらわれのパルマー続きからやっていきたいと思います。そう、前回ねスチールを手に入れて終わったんだよね。2巻からゾクゾクするシーンが増えてきたし、3巻は気合入れて読まないと。ゾクゾクするシーンってどんなシーン？どうしようかな。じゃあなんか雑貨店あるかな。何もないのね。じゃあもう公園だよね。何もないときはとりあえず公園に行く。ああ、久しぶり、シンディ。ご機嫌いかがかしら？普通かな？シンディはご機嫌さそうだね。いいわよ。今朝はトーストの焼き加減が完璧だったから。あんたはそういうことない？髪のまとまりが良かっただけで機嫌が良くなったり。そうね。テレビの占いの結果が悪かったらテンション下がったり。なんだかんだ周りの出来事に気分が影響されちゃうこと。めっちゃある。なんか、ね。朝からニュースでイケメン、好きなイケメン俳優見たときは、あ、今日いい日じゃないと思う。確かに息は受けやすい方かも。見るもの聞くものが心を刺激してくれるのよね。いい刺激だけを受けて毎日気持ちよく暮らしたいわ。そうね。ああ、やだ。何？タイツが伝染してるわ。今日ロシア手の高級タイツなのに。それはテンション下がるわね。いいね。やっぱシンディいいわ。例えば旦那さんから妻への手紙。なぜかだんだん手紙の言葉がおぼつかなくなってきてるんだ。うまい人だと思うよ。さすが秀作だよね。表彰される小説なだけある。よし。なんだか手持ち無沙汰だな。なんか小説も読んじゃった？私はもうなんもないか。そうだよね。あの真っ白のパズルは、そうか、私送ってもらったもんね。なんかパズルとかないのかな。これか。机の上にあるのは3巻だ。どこまで読んだのかな。もう読んだんじゃない。だって手持ち無沙汰なんだよ。何も増えないね。じゃあ浜辺から行く。洞窟の方からおじいさんが歩いてくる。おや、これはお嬢さん。洞窟に行ってたんですか？そうじゃ、この水を汲みにな。水？あそこの洞窟の奥にはな、ひらめきの泉っちゅう湧き水があるんじゃ。おー。洞窟の中であそこだけは水が止まったことがないんじゃ。お嬢さんは日頃の生活の中に何かをひらめくことは多いかの？私はこれかな。情報集めるタイプかな。情報社会の申し子じゃな。ごめんなさい。しかしながら世の中には溢れる情報から必要かつ真実のものを選び活用するのは大変じゃろ。そんな時自分に必要な情報がどこにあるのかフィット察知できればいいのにと思うことはないかね。まああるっちゃあるよね。そこでひらめきの泉の出番じゃ。この泉の水は飲んだものにひらめきを与えてくれる。へえ、すごい目開いたよ。なんて今なら近年稀に見るんだ。ね、大丈夫？なんか怪しくない？ちょっと怪しかったよ。通販番組っぽくて。よいしょ。ある程度はあるのかもしれないけど、基本的にないかな。その場の空気に合わせはするけど。いいよ。図書館。ねえねえ、ちょっと見て。何この紙。英語や絵がたくさん書いてあるね。これ全部ワインのラベルなの。私のコレクションよ。ラベルの他に食品サンプルなんかも集めてるの。ステッキとか可愛いって思ったらついつい並べたくなっちゃうのよね。昔はテディベアも集めてたの。可愛い。今置き場所がなくなって会えなく中断しちゃったけど。その前は切手も集めてて、あとお菓子の箱に消しゴムに、それと、秘書さんの収集癖は筋金入りみたい。そうね。でもわかるわかる。気持ちはすごくわかるよ。なんか買わなきゃって思うのよね、もう。またまた、またまたって言われたんだけど。
よいしょ。なんか読み終わったんじゃない？だってそれ読んでるもん。寝ちゃう。どうしよう。なんか送ってあげたいよな。変わらないな、外の様子も。つまんないのかな。多分つまんないんだろうな。どうなんだろう。でもそうだよね、することがあってずっとこの部屋の中にいるだったら確かに耐えれるけど、何もすることなくて部屋の中にずっといるはしんどいな。参加の展開は予想通り壮絶だな。さすがにちょっと読むのをためらったページもあったけど、もうすぐ読み終わるよ。にしてもいきなり出てきたあの謎の男に驚いた。化け物で殴り飛ばすんだから。これかな。まあホラー系の小説ってでもなんか一気に読めちゃうのよね。私今日はいつもと雰囲気が違いますね。それはきっと洋服のせいじゃないかしら。似合ってますね。あら、若い人にそう言ってもらえると嬉しいわ。実はこのお洋服ね、2年ぶりにタンスから出してきたのよ。だから少しデザインが古いかしらと気になってたんだけど、全然そんなことないです。ほんと？それじゃあ思い切って着てみてよかったわ。まだ一度しか着てないからもったいないなと思って。私ね、ショッピングに行ってお洋服を選ぶのが大好きなの。この島は生活に不自由はしないんだけど、お洋服屋さんがないのだけはとても残念だわ。それはしんどいわね。ファッションコーデネートが楽しめないんだもの。ゆとちゃんは新しいお洋服が買えなくても平気？ね、無理無理。お金が。まあね、賞味これだよね。一番はこれ、本当に。で、これにしよう。買わなくても見に行くだけでも楽しいじゃん。わかるの。すごいわかる。これかわいい。以上で終わるんだけど。わかるわかる。ウィンドウショッピングですか？そうそう、それよ。私、ウィンドウショッピング大好きだわ。そうね。楽しいよね。わかるわ。もしピンチが訪れた時は、俺も自分の味噌と戦えたら、戦うの。私は武器欲しいな。できれば、なんか、ロケランとか。これかな？本が増える感じかな？文庫本コーナーは、何の本を探してるの？職員 A の妻の日記の4巻。その残念ながら図書館に置いてないわね。そうなの？そういうジャンルを読む人があまりいないから、入館の許可が下りなかったの。でもその本の4巻なら、ちょうど私はこの間読み終わったところ。だからよかったらあげるわ。いいの？いいわよ。読んでもらう方が本も嬉しいでしょ。4巻といえば最終巻ね。まさかあんな終わり方になるとは。で、うっかりネタバレしちゃうところだったわ。まあ、4巻で最後なんだね。私はね、うっかりネタバレしちゃうタイプの人。自分でも良くないなと思うんだけど。ね、わかる？通販の試着は私別にしないんだけど、服屋行っても。なんか、通販だと、割となんかさ、表記してあるサイズとさ、届いた時のサイズが、本当にこれ合ってるっていう時あるじゃない？あれが嫌なんだよね。ん？後でお礼のメッセージを送っておくか。いよいよ最終巻だよ。よし。ここはいらないから。喫茶店。あ、いないの？あらあら。あらあらよ。あ、待って、なんで今、喫茶店ダメだったのになんか今、ついてるんだけど。びっくりするよね。昨夜見たところがちょうどよかった、ありがとう。それにしても、あっという間に4巻まで来たな。
いやいや、それが最終巻だよ。やばい、今日一日喫茶店しか出ないよ。どうして葵は写真を撮るのをやめてしまったんだろう。本人は大した理由じゃないと言っていたけれど、他にも葵が撮った写真残ってないかな。その写真がお気に召しましたか。失礼いたしました。また驚かせてしまいましたね。すいません。考え事ですか。そうだ、マスターに他に葵の写真が載っている号がないか聞いてみようかな。マスター、この方の写真が載っている号と他にもあるか分かりますか。この方の、いや、この号だけかと。受賞した方はその後何かしら作品を目にする機会があるのですが、この方はそれがないですね。受賞した時も他の方はコメントを残しているんですが、この方だけそれがなくて。必ず書かないというわけではありませんが、大賞を取ったのに珍しいと思いました。面会でこの話をした時の葵の様子も少し気にかかる。もしかしたら写真をやめた何かもっと別の理由があるのかもしれない。これを見せたら葵はどんな反応をするだろう。よろしければこの雑誌差し上げましょうか。優しいマスター。でもマスターが大切にされているものでいただくわけには。ですからあなたに差し上げたいと思いまして。大切な方のお写真のようなので。マスター、ありがとうございます。彼にこの写真を見せたいと思っています。そうでしたか。それでしたら、なおさら、優しいよね。もう大好き。やっぱこの島はね、いい人しかいないのよ。はい。うさんくさいひらめきの泉を送っちゃった。待って、今日一日ずっとそれしてることないよね。大丈夫？送るよ、じゃあ。いやいや、古びた写真よし。お、あいつから？大丈夫かな。これどこに置くんだろう。あ、置いてある。薄いね、やっぱ雑誌だからね。あ。これかな。飲ませてもらってるってちょっとなんか危ないもの飲んだかなって嫌だよね。嫌な予感がする。これ読んだ。4巻は読んだのかしらね。今だ3巻みたいでしょ。いいな、湧き水なんて飲んだことないけど冷たくて美味しそうだな。飲んでも大丈夫な水なら俺も飲んでみたい。帰ってこないわね。ちょっとどっか行こう。公園行こう。とりあえず公園行っとこう。今日はちょっと風が強いかも。え？前言撤回。ちょっとどころじゃない。出た、目に砂が。髪がボサボサになっちゃった。あるよね、そういう日。え、来てない。なんかいつももっとね、パパッとメッセージ来るイメージなんだけど。あ、来た来た。差し受け取った。とりあえず報告だけ、ありがとう。とりあえず報告だけだって。ねえ、どうしよう、はい。あんまりなんか攻めない方がいいと思うのよ。この感じは。どうしようかな。応援ってなんかもらえないかな。お野菜ちゃんたち、太陽いっぱい浴びて早く大きくなってね。おばさん、いつも野菜に後に跳ねかけながらお世話してる。今日もうちの子たちはみんな元気そうね。おばあさんは農園の野菜や鶏のことを我が子のように思っているみたい。素敵じゃない？素敵なことよ。
からの差し入れだから受け取らないわけないよ。それとも何かあった？いや、それと話せる面会で。面会か。その前にじゃあこれ送っとこうか。このドラムいいな。これはロックを聴いてるわね。なんか思った、このサボテン強くない？ずっと花咲いてるよ。普通なんかね。あ、でもどれぐらい経ってるんだろう。もうそれにもよるか。ずっと聞いてる。すいません、メッセージをちょっと返してもらっても大丈夫？あ、ありがとうございます。あ、全部読み終わったよ。読んだんだね。結局旦那の方は助からなかったけど、最後まであの夫婦はお互いのことを思ってたんだ。謎の男は本当どうなったの？死んじゃったの？どこ見てるんだろう。多分この辺見てるよね。何か、ね、多くの命を救った後、霊の一つも謎にその場を立ち去るんだ。かっこいい。かっこよかったな。ただ純粋に強さだけを求める姿勢。俺も男みたいに戦えるようになる方法知りたいな。そうね。じゃあ行きますよ、面会。今日は葵との面会の日。よし。でもなんかちょっと空気重いよね。あの雑誌送ったからさ。俺だって下向いてるもん。こんにちは。ああ。こんにちは。え、テンション低くない？大丈夫？どうしたの？どうしたのじゃなくて。お前さ、一体何のつもり？差し入れてきただろ？あの雑誌。俺の写真が載ってるから送ったんだけど。前の面会で、俺が言ったこと忘れてる？もうやめたんだ。だから、なんか本当にもう興味がないのはちょっと攻めすぎかな。こっちかな。え、ごめんね、余計なことしたかな。それは別にお前が謝ることじゃないんだ。ただ俺の問題、自分が撮った写真は見たくなくて。何なんだろうね。ああ、でもこの前言ったみたいに言うほど深い理由じゃなくて、かといって深く突っ込まれるのはちょっとみたいな。あの頃の自分を思い出したくない。ただそれだけ。え、何が悪いな。せっかく送ってくれたのにこんな言い方しかできなくて。本当はまだ撮りたいんじゃないのはちょっと鬱陶しい。これだね。ごめん。もっと言い方あったと思う。ただ、うまく言えなくて。でも後悔はしてない。自分の中で一度、答えは出ているから。気になるけど今は聞いても何も答えてくれなそう。あのさ、俺、お前の前だとうまく話せなくて。どうしてかはわからないけれど、俺が俺じゃないみたいで、お前が悪いわけじゃないんだ。本当、俺の問題。難しいわね。はぁ、ダメだな。なんかいつもの調子出ないわ。言えば言うほど、お前を傷つける気がする。そういうつもりじゃないんだけどな。ドン。ああ、悪い。俺さ、気づいたんだ。お前には嫌われたくないって。俺を見て。この俺を。私は常に見てるわよ、ずっと。
う時間か。なんか今日早くない？気のせい？これだけいただけるのでしたら、だいぶ上げてるからね、私ね。いいのか、時間伸ばして。この後何か用事とかあったんじゃ、ならいいけど。さっきの俺を見てってどういう意味？あれは別にいいんだ、気にしないで。少し甘えたくなっただけ。わがまま言って困らせて悪い。かわいい、甘えたくなってなって、かわいい。わがまま言っていい？そりゃもちろん。俺だって、お前のわがまま聞いてやりたいし、ここにいるとなかなか聞いてやれないけど。もうさ、こういうメンズ好きなのよ、私。わがまま聞いてくれるメンズ。いいよね、現実じゃいないよ、現実でわがまま言ってごらんよ。もう本当にって感じよ。いつも俺のわがまま。聞いてもらってばかりだしな。かわいいわがままならいくらでも聞いてやるよ。やだ、何本当。ああ、本当だけど何かある？例の彼女ともこんな感じだったのかな。曲を失ってるから仕方ないけれどな。どうした？え、なんかいいの、いい甘え、なんかしようよ、わがまま。なんかぼーっとしてたから。それとも今考えてたのか、わがまま。そうで、わがまま言おうよ。好きって言ってほしい。え、まあここで熱唱しろとか、お笑い芸人並みの笑いを求められたら正直きついと思ってたけど、そんなのでいいのか。いや、好きってね、二文字を言うのってなかなかパワーがいるわよ。だからこそ言われたら嬉しいのよ、好きって。そっか、わかった。好きだよ。どう？これで。なんかそれを言えちゃえば葵はいいよね。好き。今度は、ちゃんと伝わった？なんか、わがままというか、不安にさせてたみたいで、ごめんな。なんかもう好きだよって、ちょっとほんとなんかもういいわね、どうしよう、ほんと。ありがとう。あまり聞かないから、少し驚いた。もう一回言って。かわいい。ちょっと監視、もう一回言うの、私は今から好きっていう単語を。もう時間か。もう。帰る前に。は？好きって言うの？好きって言いないよ。好きって言いないよってあったよね。驚かせて悪い。お前のこと、愛してるよって言おうと思って。じゃあ、そんな感じで、俺には気を使わず、いつでも言いたいこと言っていいから。それじゃあまた。いや、今回の面会はなんか、よかったわね。出だしがさ、ちょっとなんか陰鬱としてたからさ、ダメ、嫌だなと思ったけど、なんかよかったわね。何？うん。どうした？雨？雨の音がする。どうしてだろう。あいつの顔、あの日見た顔しか思い出せない。やばい、なんか心理に迫ってきてない？今のだいぶ心理に迫ってたよ。あら、どこ行ったの？1、2、3。突然よね。図書館？なんだろう。柔道に合気道にこの辺りの本かな。今日何を探してるの？背戦えるようになるための入門書みたいなのがないかなと。そういうことね。背戦う、一体何を目指すつもりか知らないけど、そういうことならこれがおすすめよ。はい、空手入門。
独学で基礎を学ぶために必要な要素がしっかりまとまっているわ。この本ちょうどご自由にお持ちくださいの棚に回そうと思ってたところだったからあげる。でも本気で武道を志すならきちんと道場へ通わないとね。こういうの詳しいの？まあそこら辺も一通りはかじってるから。この人すごいよね。だけどなかなか瓦が割れなくてやめたわ。瓦はちょっと割れないよね。どうしよう。メッセージそこ送ってないのか。あ、次の面会までだって。はい。そうね、とりあえず送ろうか。空手入門。まさかの空手入門なんて送ると思ってなかったんだけど。あいつから？いや、小説全部読んだのにさ、スチル来ないなと思ったら、こういうことね。空手入門も見ないと、ってことね。メッセージ待つ？メッセージ来ないかな。よし、ナイス。自分の城を持つのって憧れるよね。なんかね、マスターがやってるような喫茶店っていいよね。私なんか小学校、違う、中1、2、3くらいの時かな、なんか将来喫茶店やりたいなと思った時期がある。なんか田舎のもうその辺に住んでる人じゃ来ないような喫茶店。よいしょ。さあどこ行きましょう。特にまた何も増えてないので、そうね、食堂にだからさ持って行きたいから何か。でもこれってじゃがいもじゃない？またじゃがいもか。なんか変わったものを作れる日に行くしかないね。今日なんだろう。あの小説出てきた謎の男みたいに肉体的にも精神的にも強い男になりたい。なるほどね。なんか大体同じね、フライドポテトは前送ったしね。ゴミ箱に捨てられてるけど、あのタオルって新品だよね。どうして捨ててあるんだろう。もらい物で箱を開けてみたらデザインが気に入らなかったみたいなことじゃないの？それなら家で捨てればいいのに。そりゃあんたプレゼントした相手が家にいるってパターンもあるでしょ。そっか、でもこれ結構いいタオルみたいだね。あんたまさか拾って帰ろうってんじゃないでしょうね。タオルか。タオルはいらないな。でも私はもうなんか何も言えない。なんかね、落ちてたものでしょ。なんか本当にね、クソったりみたいなエピソードだけど、中学の時にあの、なんだあれ、なんていうの、なんか音楽を聴くみたいな時があって、音楽っていうかなんていうのあれ、ちゃんとしたその演奏を聞くみたいな、そういう市民会館みたいなところに行って、その市民会館から学校までがそんなに遠くないから、みんな徒歩かチャリだから、そのそれぞれみんながその通学してる方法で行けばよかったの、学校から。で、私チャリだったんだけど、でも歩いて行ったのよ、なんか仲いいメンバーでね。なんかそこは自由だったの、その何時までに行けばいいみたいな。その道中でちょっと未開封のお菓子が落ちてて、お腹が減って食べようとしたことがある。もう先生に止められたね。お菓子、もう先生お菓子あげるから後でって言われた。食べちゃダメって。ダメに決まってんでしょ、おバカ、おバカって言われた。もうタオルぐらいちゃんと自分で買いなさいよね。そうだよね、ごめんなさい。そうよね、本当に。これはもうシンディの言う通り、もう大丈夫だよ本当に。なだれてる。でももう車ないよ。なんか農園なんだろう。ニワトリをフライドチキンにしたのよねとか。花壇の区切りはこれでバッチリだわ。お母さん、花壇の一部に瓦を使ってるのか。
そうだ。すいません、余った瓦はありませんか？いくらでも余ってはいるけれど、それよかったら分けていただきたいんです。割るってことね。古くても大丈夫です。ありがとうございます。なるほどね。そういうことか。これを割らせようという魂胆ね。ただ何か引っかかるんだよな。どこが？すごい攻めていくよね。肉じゃがか。待って。喫茶店に行くわ。はい。マスターとお客さんが話してる。ここでコーヒー飲んでる間だけが安らぎの時間よ。お仕事お忙しいんですか？そうでもないんだけどね。近頃上司と同僚の折り合いが悪くて、板挟み。わかる、板挟みってすごいだるいよね。それは気を使いますね。だからこの店での時間はとりわけ安らぎの時間ってわけ。安らぎの時間か。もうね、職場の人間関係ほどだるいものはないよね。なんか人生の中でも。具体的にどこと聞かれると答えられないんだけど。うん、捨てられたタオル。もらおうとしちゃいましたって。河原さ、送るの、届ける方が大変じゃないね。なんだろう。届ける人の身にもなってほしいよね。そんな軽く持てないと思うんだよね。重くないだって。河原だけじゃなかったよ。うわ、置いてある。いいのよ、いらなかったらいらないって言ってくれて。わ、でも3枚か。ちょっと眠い。3枚なら割れるんじゃない？ちょっと眠いみたい。でもあるよね、朝から眠いとき。てか起きてすぐ眠いときあるよね。答え見つかった？悲しい思い出があるのかも。どこ行こう？公園かな？すぐこう、浜辺行けばよかったかな？あ、やっぱりここにいたのね。私を探したの？これをあげようと思って。音声のもとよ。名誉百選からのよりすぐり。あんたゆっくりお風呂に入るのが好きそうだったから、喜ぶかと思ってね。いいの？いいの、いいの。本土のお風呂マニアの友達がしょっちゅういろんなお風呂グッズを送ってきてくれるのよ。また面白いものがあったらあんたに分けてあげるわ。ありがとう。いいね。いいねって言って、私もほぼシャワーだからさ、あれなんだけど、なんか出てるね。のもういらないものはすぐ捨てる方、それともいつまで使い続ける方、長く使う方、割とね。なになに、よかっただよなって言ってくれた。でもたまにパリッと新しいものに変えると気分も変わるかもしれないしな。なんだろう、農園。今度こそやっぱり鶏をちょっとフライドチキンにしてみたのよねって。このプラントここに置いて大丈夫ですか？ありがとう、いつも助かるわ。最近お日様の出ない日も多くて、お花さんたちも少し元気がないみたい。恵みの雨でもあるんだけど。また、あら、あらあら、また降ってきちゃったわね。プラントの移動はまた今度にしましょう。そうですね。雨すぐにやむといいんですけど。そうだわ、ゆうたちゃん。一緒にてるてる坊主作らない？素敵。このさんたちがポカポカ元気になれるように願いを込めてね。あと作りながら、遠足の前の日のような少し楽しい気分にならないかしら。てるてる坊主なんてもうさ、最後に作ったのいつよって感じよね。マジで小学生の時だと思う。低学年の時。ひーふーみーふー。たくさん作ったから雨やんじゃったわね。でもまだ雲あるみたい。早くお日様も顔出すといいわね。そうですね。私の願いを込めて作ったてるてる坊主。葵の気持ちも早く晴れますように。ちょっと顔可愛かったね、てるてる坊主の。クオリティ高め。うん。
メッセージ来ないんだけど、どうした？はぁ、やっぱいらなかった、その瓦とブロック。私はまあ正直それ送られてきたら困るけど、邪魔だし、どうしろとってなるよね。この差し入れなんて施設が始まっていないかもな。確かに空手といえばって感じではあるよね。寝とる。あ、そっか、差し入れれるんだ、てるてる坊主。ちょっと待って、なんだろう、それ飾るのかな。あ、飾ってる、かわいい普通にかわいくない？いい感じ。差し入れカゴが軽すぎて一瞬何も入ってないかと思ったらてるてる坊主だったんだな。驚いた？はい、ということで、ちょっとこんなファンシーなやり取りをしているのですが、今回はちょっと一旦ね、この辺で終わろうかなと思います。ちょっとね、小説のスチール見れるんじゃねと一瞬思ったけどそんなことはなかったね、そんな甘くはなかったね、はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。